どこに会いに行くよ夏祭り。夏祭り手挙げて、せーの、はい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 。夏祭り手挙げて、せーの、夏祭り手挙げて、せーの、夏祭り手挙げて、せーの、夏祭り手挙げて、
やっぱ皆さんミヤジックですよね。だね。もうすごい、あのお兄さんたち朝8時から待ってくれとるけんね。私の起床時間より早いけんね。嬉しいね。もうさあ、そんなあの今回7回目のこのミヤジック出演なんやけど、の私たちグループが変わって新しく博多織姫というグループになりまして、なんと今日新メンバーが入ってこのステージがデビューステージなんですよ。もうすごいよねえ。ってことで皆さんお待ちかねの自己紹介をしたいなと思うので、あのファンの方も初めて見る方もですね、お顔とお名前よかったら覚えて帰ってほしいなと思います。じゃあそれではまずはちょっとアリタンからいきますね。はいはい、博多織姫のアリタンこと白石アリサです。7回目も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。アリタン、はいはい、新メンバーのつぐちゃんこと立花つぐです。よろしくお願いします。すぐちゃん、はい、新メンバーのまゆちんこと上川まゆです。よろしくお願いします。まゆちん、はい、新メンバーのあーちゃんこと星野亜美です。よろしくお願いします。あーちゃん、はい、もう新メンバーが3人も入ってこうやってさらにパワーアップした博多織姫、今日から新体制スタートなので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。さあ、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はね、このミヤジック、この暑い日にぴったりの日輪草という曲を披露したいと思います。ミヤジックタオル、ミヤジックシャッパーしていきましょう。はいはいはい、お日様が照らし出す、予感するグッデイ、抑えきれないこの気持ち、オーラで始まる夏の匂い、そよ風に乗って笑顔に乗って、目に回り一人も追いかけた、たまんで夏空焼けるような髪色、日暮らすのすごい
のサイン会、そしてチェキ会という物販があります。よかったらね、初めましての方もたくさんいらっしゃると思いますし、もう3人は本当初めましてやけんね皆さんよかったらあっちのサイン会の方にも遊びに来てください。そして今カメラでね、写真とか動画撮ってくださってると思ったけど、全然 SNS にハッシュタグミュージック、そして博多織姫って書いて、よかったらアップしてくれると嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。はい、それでは私たち博多織姫でした。ありがとうございました。はい、博多織姫さん、ありがとうございました。皆さんこんにちは、私たち博多織姫です。はい、博多織姫の有田んこと白石ありさです。はい、新メンバーの上川真由です。はい、新メンバーの星野亜美です。はい、新メンバーの立花つぐです。私たちですね、7月25日のもう一回いきます。私たち7月25日に行われたミュージックで、まあ、今日なんですけどねはい、新メンバー3人が入って新しく新体制でステージしました。イエーイ。ちょっと今日がね、初ステージやったんやけど、どうでした、どうやった。めっちゃ楽しかった。楽しかった。楽しかったです。ステージもめちゃめちゃ熱くて、皆さん一緒にこう盛り上がってくれて、最後にファンの方から一人一人おめでとうのお花をいただいて号泣しとっためちゃめちゃ泣いてましたもんね。まあでもいいスタート切れてね、これから4人で、この4人で博多織姫として福岡からいろいろ盛り上げていきたいなと思ってますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお